武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東京農工大学の受験について話していきたいと思います。東京の農工大ですが、まあ、あるのが農学部、工学部で、まあ、農学部には共同順位がある形ですね。でセンターに必要な点数ですが、大体まあ7割前半から中盤にかけて、でちょっと難易度高い学部、人気ある学部に関しては7割後半から8割程度で、10位に関してはまあ8割、前半、できれば 85% 前後ぐらい取りたいかなぐらいの形となっております。で基本的にセンターの配点が2次よりも若干高めなので、センターで点をちゃんと稼がないといけない大学ですね。で問題の難易度自体は割と、やや難しいものもあるものの、標準がちゃんと解ければある程度対応できる難易度かなというふうには思います。では一個一個の科目、勉強を見ていきましょう。英語、数学、物理、化学、生物と話していきますので、自分の見たい科目を選んでください。